タック・マキタは、ワシントン州シアトル出身のスポーツ写真家。関西学院大学在学中は、アメリカンフットボール部に所属した。大学卒業後、1961年にアメリカに留学、その後、海兵隊に入り原子力潜水艦での勤務も経て1964年に、AFL のニューヨークジェッツの専属フォトグラファーとなった。1974年から NFL。 公式カメラマンとなっている。ニュージャージー州在住。スーパーボールを第1回から取材しており、日本で行われたアメリカンボールの際には来日を果たしている。NFL だけを撮影しているのではなく、ケンタッキーダービーやインディー500なども撮影している。身長165センチメートルの小柄な体格ながら、関西学院大学アメリカンフットボール部でプレーし、 1953年、1954年と、甲子園ボールでの優勝を2回経験している。関西学院大学学長となった、武田健もチームメイトだった。1961年に売り子をして働いていた際、ニューヨーク州知事であったネルソン・ロックフェラーからのチップの受け取りを断ったことがある。君たちが怪我をしても構わないが、うちの選手に怪我させたら許さないといった NFL の、 アシスタントヘッドコーチを柔道の体落としで投げ飛ばし、その後コーチを制止しようとした仲間のカメラマンと合わせて二人を一気に一本背負いで投げ飛ばしたことがある。アメリカの大学院で経営学、法学、社会学、心理学、教育学の修士号を取っている。ありがとうございます。